両チームの選手たちが姿を見せました。仙台はリーグ戦11試合ぶりの勝ち点3へ、そして鳥栖は2試合ぶりの勝利に向けて、さあ間もなくキックオフです。3バックの選手も上がっていきました。石原ドリブルでその左を使う、クロスまで打たれるか、上げた、中、わずか上、決定機でした。仙台決めたかったですね、仙台としては。ここのセンタリングの質は完璧だったんですけどね、福森ですね、はい、股抜きからいいタイミングで当てるだけだったんで。岩崎も受けに行きます、裏へ要求します。その岩崎へカットイン、シュートを打つか、総武座った、ナイスセーブを見せます薬部総武。この切り返しからもゴールをイメージして巻いてシュートですけど、いいシュートでしたね。はい、スボビクのいいセービングでした。リーグ戦フル出場中のエドワルド狙った、ーキーパー動けず、先制トス、新シーズンでしたね。今シーズン2点目、スピード感、そしてコース、最高のフリーキック、エドワルド。まあ、やっぱ壁の上を越してくると思ってキーパーはちょっと動いてしまったんですけども、やっぱりこのストレートで行ったってところでこう逆を突かれましたね、完全に。あ、でもこのキックのスピードじゃなければここのコースには入らないですよね。はい、酒井につけて岩崎、左から中野も来る、中野ドリブラー、勝負に行くか、縦行った、シュート、スボベク正面、ここはラインを割っています、コーナーキックです。今のプレーです、大臣さん、いかがでしょう。まあ、中野のドリブルの良さが出ましたけどね、はい、スボベクのセービングもすごかったですね。セットは大きく危険ではない地域に蹴ります。そして岩崎前から行く、岩崎がキープしたシュート、ソービックファインセーブ、ここも跳ね返します、本田のシュート、縦に行くか、いいのがつく、西村のヘッド、合わない、上原のミドル、弾いた、詰められるか、跳ね返します、先頭西村、西村キープした、右足パクエルグ、クリアします、頭を抱えた西村。ただジャッジはノーファール。ここで試合終了、鳥栖の選手がスポーツ、そして倒れ込む選手もいます。エドワルド、อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification